チーザチャリ旅スタートしました。今日も馬グルメを求めて早速出発したいと思います。こういうコンクリートのやつの顔めっちゃ好きです。なんか魚いそうです、カニとか。特に何もいませんでした。アメンボぐらいです旅。いいとこを見つけました。早速突撃したいと思います。すいません、やってますかね。あの、自分 DJ チャリというものなんですけど、はい、いつも自転車で食事屋さんを巡って食べてるとこを撮影して、これちょっと受付させてもらっていいですか。感染防止だけちょっと、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。これちょっと見てください。いつもしてます。ありがとうございます。 OK が出ました。今日は渋谷本町にある中華料理昇龍です。生姜焼き定食をください。いただきます。やっと食べられます。お腹が空きました。まずスープ、シンプルな薄口の鶏ガラスープです。優しいです。生姜焼き、豚肉、玉ねぎ、そして結構濃いですね。マヨネーズもつけましょう。キャベツとレタス一緒に食べます。一緒に食べることによってちょうどいいバランスになります。豚肉も細かく切られてるんで食べやすいですね。そしてサービスで目玉焼きつけてくれました。醤油をかけて、ここはシンプルに目玉焼きとご飯で食べたいです。結構なボリュームです。それなのに800円、いいですね。ありがたい。生姜焼きって無性に食べたくなることありますもんね。そしてこのスープっていうか、この生姜焼きのタレと野菜だけでもご飯が進む。生姜焼きのタレ最高です。ピッチャー田中もいいボールを投げていますが、
生中学園の各バッターもいい振りをしています。いやー、このコースに逆らわないいいバッティングでした。本当にね、打者がオーバースイングしないですよね、はい、ラストスパートですね。今日初ヒット、そして9番の吉水です。しっかりキャベツを残さず、吉水もまだヒットありませんこの試合です。そしてお米も集めて、優しいです。鶏ガラスープ完食です。ごちそうさまです。アウトコースですね、はい、速いストレートがありますから、ここをカウント取りながら少し、ね、楽に投げれるとは思うんですね。暑さ対策などをするそうなんですが、まあ、今年はこのコロナ禍というところがあって、それもできる。ただあの地方対策、ごちそうさまです。ありがとうございます。おはようございます。これぜひもらってください。おー、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまです。チャリ旅。昇龍さん、生姜焼き定食めちゃくちゃ美味しかったです。お腹いっぱいです。満足です。ごちそうさまです。帰宅したいと思います。食べた。今しかない大丈夫、何も心配ね。